さあやっていきましょう。今回はモルフスを使っていきたいと思います。京コマパレード限定のキャラクターなんですけども、こいつを手に入れたのはまあ去年でして、12月30日から31日にかけてやっていたスペシャル京コマパレード、一応動画も出してるんですけどね、あれの33連の動画やった後にやっぱりダウスタラニス、ヒアソフィア、アイレストロムとかね、本当に欲しいなって思って、で追加で33連やったんですよね。そしたら最後の一つ、あの最後の無料分サービス11連の最後の一コマでね、モルフスが来てくれました。すごく嬉しかったんですけども、で、まあ、今回はねスキル間にできたので、使っていきたいと思います。まあ、アズリエル、カーリーといった強力なアタッカーを据えている中、最後の一つのこの S ね、デュルジなんですよね。モルフスのスキルでマゴマを増やすことができるので、リンクスキルが発動しやすくなるということでデュルジを入れております。スキルマーなので毎ターン1000のダメージをね与えることができるのでとても優秀です。ということでこんな感じのパーティーでね潜っていきたいと思います。まあ今回は乱量をリーダーということなんでね、一応乱量をリーダーにすることによって火力が上がるんですよね。そう、まあ当たり前の話なんですけど、乱量をリーダーの方が私的には使いやすいなと思ったのでリーダーにしました。あれちょっと、あ、オッケーオッケー、ちょっとずれてた。あ、相手これ HP 的にリューパー臭いな。とりあえずハーピストを置いていこうかな。これルキアの使いどころが大事です。ただこれルキアというか、そのあの乱量がリーダーなので、あのあれなんですよね、魔属性がいっぱい入ってるということでね、あのルキアに弱いんですよね、このパーティー。正直言ってちょっとルキアに弱い感じがします。んでここ、なるほど、ジョアユーズ X 打ちしてきましたね。うんうんうん、なるほどね。でここはもうルキアを容赦なく使っていきます。そうすることによって乱量を釣り出すことができる可能性があるからね。ジョアユーズを使っているので手駒に B 駒はおそらくいないんじゃないか。よし、やはり私の読み通り乱量を釣り出すことができました。お、困ったようなスタンプを押しましたね。しかし勝負の世界というのは甘くはありません。私も真剣勝負で生かしていただきますよ。で、なるほど、ミュケースですね。うん、ここはミュケース配置していきましょうか。さあミュケースの配置、地味にモルフスとミュケースって似てますよね。え、いや全然似てないって。いや似てるじゃないですか、キノコの部分が。まあまあまあ、え、正直、え、モルフスってキノコでいいのかな。いいよね。さあここ影光を置いてきましたが、乱量のバフがかかっていないのでそこまで脅威ではありません。あー、めっちゃ強いわ。引き強すぎるんですが、ここでベロムスクラップ、アズリエルのベロムスクラップが発動します。3ターンの間毎ターン1400の毒ダメージ、すなわち、まあ、1400というのは、まあ、借金ですよ。債務を相手に押し付けるというね。これめっちゃ強いですよね。これ正直モルフス4枚返しで勝ったんじゃないのかな、もしかしたら。いけんじゃねえか。いや、まあ、いけなかったとしてもそこまで脅威にはならないはずだから、これモルフスもういっちゃいます、いっちゃいます。もうアズリエル3ターン1400のダメージをやる前にね、もうモルフス倒しちゃおう。リボ払いを完済する前に相手に自己破産をさせてあげましょう。くらえ、うん、さすがに無理だった。しかしこの盤面見てくださいよ、見てください。この盤面魔属性7体いますよ、私の。さあここからこう発動できると言っても、うん、問題ない問題ない、全然そのぐらいだったら問題ないな。だってこれ乱量のバフかかってないからね。で、ここでダメージを受けたところで手駒にあるのがバイセ。これ完全に、あれ？ちょっと待って、止まった。これ完全に優秀ですよ。フィニッシャーですよ。コンボス、2枚が、いや、普通に倒せるか。ほい。なんか今日ちょっと画面が止まったりするな。大丈夫かな？ということで、対戦ありがとうございました。まあ、さっきは正直、綺麗に決まりすぎましたね。アズリエルの手駒に来るタイミングが完璧すぎましたね。まあ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 。次はうまくいくかな。乱量リーダーですね。ちょっと重たいな、画面が。ここで戻っていきますね。あれ止まった。ああ、よしよしよし。さあ今回は手駒にデュルジがありますが、モルフスは来ていませんね。まあまあまあ、ここはとりあえずハーピストを出していきましょう。ここの位置はね、一番最初の一手はほぼ確実に返されると言っても過言ではないので。ただ相手 HP 的にコンゴーパーか、これ。アマルビラーシュ、カーリー使ってきましたね。いい火力です。
で、ここはテラナイト使うの正直ちょっともったいないんだよね。ハーピストエンジェルがそれをそもそも役割を果たしてるから。けど使うしかない。あ、先にテラナイトで入った方が良かったかもしんないかもしれませんね。まあいいや。それは結果論ですからね。しかしポーレプスが控えているので、なるほど。このソーディアンはスキルレベル2ですね。まあ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 。ポーリプスですね、ここは。ただ私、ポーリプス今回の超駒で手に入れたばっかりでスキルが上がっていません。上がってれば相当強いんですけどね。まあまあまあ、それでも 130% のカウンターなんでね。なかなか優秀ですよ。で、ここで左上取ってくれたらすごく嬉しいんですが、そうすると回復マス踏みに切るので、OK!いいですよ。これで2000以上のカウンターダメージ。うん、素晴らしい。非常に優秀ですね。で、ルキアか。ルキアはまだ出さないでおこうか。ここは、グランジェッタでいきます。で、ここでどこに相手が置いてくるかですね。グランジェッタの一つ左に置いてくるのであれば、まあ、ルキア出せばいいかなっていった感じですね。コンボスキル強力なやつは、これはルキア出すしかありませんね。コンボスキルが強力なんでね、イザナミはね。なるほど。あ、でもこれ、ファーストでもあり、なしではないけど、ここまあ、確実に耐えたいので、ルキアでいきます。相手、コンゴーパーで間違いなさそうですね。多分、竜属性も入ってると思います。HP がそこまで高くないので。さあ、ここでルキア使ったけど、乱量は連れ出せない。ということは、なるほど、コカトリスですか。しかし、これ、デュルジ置けます。これはありです。これは OKOK。で、しかもコカトリスを返すことによって、イザナミのコンボスキルの威力も下げられるので、ここはデュルジ確定です。さあ、これで毎ターン1000のダメージ。非常に強力ですね。さあ、ここで、角を取ってくるか、どうなのか。角を取ってくるのかね。どうするのかね。なるほど。それは激ヤバです。いやー、それは激ヤバです。すんませんでした。それは激ヤバだわ。まあね、これアズリエル6しかなさそうですね。いや、待てよ。X 値、あり。かな、X 値して、いや半分以下いくから、これソーディアのコンボが怖い。ここは安全に行こう。普通に角を取ろう。ただイザナミのコンボスキルが非常に怖いんですが、まあ大丈夫でしょう。あ、これファーストでもよかったな。3枚返しになってんじゃん。まあさすがにそれは読まれるか。さすがにそれを読んで、あの3枚返しできなくするとは思うんですけど、ここはまあアズリエルでよかったか。7616、相手の HP7616、 これはまあ押し切れるんじゃないか。バイス、あの HP が結構削れたら。あ、なるほどね、なるほどね。3枚返しさせない感じね。しかしそうすることによって相手のコンボルートを封殺できましたよ。で、ここなんですけど、3L 多分押し切れないと思うので、ここはソーディアンでお茶濁す感じがいいと思うんだよね。攻撃も下げられる。で、コンボスキルは発動しない。よし、ここはソーディアンいきます。グリムリーパー1994、そして第2次1400。あ、これいけたな。あ、いけたわ。あー、確実にこれはもう私の計算違いでしたね。ただここ相手回復マス踏むしかないんじゃないでしょうか。しかしブレスソーディアンのコンボがつながっています。ほぼ勝ちと見ていい流れでしょうね。アズリエルのリボ払い最終的にあるので、ここからまあ、回復とかあっても大丈夫でしょう。よし、終わるんで1枚返しだったら悠々耐えます。 OK。 あとはもうこれモルフスとか来いよ。来ない。いや、ここでモルフス来たらかなり面白かったんですけど、ここはまあ普通に対戦ありがとうございました。バイセとソーリアのコンボスキルでフィニッシュです。さらに最後のリボ払い、ベノムスクラップとベノム、ベノムスクラップとベノムということ一緒、一緒か。まあいいや、大変ありがとうございました。はい、3戦目やっていきます。相手のリーダーはムーニアですね。気をつけていきましょう。これ HP 的に確実に神パ濃厚じゃないですか。
ただ神っぱはやばいんだよな。正直魔属性神に弱いっていうのは本当の話なんで、ちょっと厳しいかもしれませんが、まあ頑張っていきましょう。毒でね押し切ってやるという感じでね。ただ神っぱ臭いのでルキアはないと見て行動します。でここであえて左下を置くでしょうが、レイホーが待ち構えています。いい感じですね。うん、なるほど、この宿友は調整していない宿友ですね。なるほどなるほど。しかし、あ、これバンシーいい感じに来ましたけど、いやそうでもないな。まあ、とりあえずここはレイホーで、よし、毎ターン400のダメージがここで安定します。安定して400を与えれるのでね、結構優秀ですね。でここでブランジェッタを返してくるというのが、まあ、定石通りの打ち方。さっきと同じ展開だぞ。ソーディアン置かれたぞ。しかしスキルレベル1、これはありがたいですね。結構変わるんでね、ソーディアンのスキルレベルってね。あー、なるほどなるほど。ここはどうしようかな。バンシー捨てるしかないかな。いや、ソーディアン捨てるか、どうしよう。バンシーとソーディアンどっちを捨てようか。まあバンシーでいいかな。まあバンシーで良かったでしょう。ここはソーディアンはコンボスキルも優秀ですからね。でどこに分岐してくるかなんですよね、問題は。もしこれが左に来た場合、ソーディアンをあの真ん中ら辺の位置に置けるんですが、その位置はまずいね。この置き方に対する対策、私あんまり取れないんですよね、正直言って。あんまりこの置き方得意じゃないんですよね。まあここ置くしかないですね。アラクを返さないとやばいんで、かといって回復マス取ったら多分盤面的に激振りになると思うんですよね。なのでまあこれでよかったと思います。うん、あんまりね、今の置き方に対する耐性がないんですよね、私自身ね。まあいいでしょう。そうで、でカーリーか。うん、カーリー今回の動画で初めて来ましたね。ただどうしようかな。ここでカーリー使うのか。カーリー使っても良さそうですね。安定した火力を求めましょう。アマルビナッシュに勝てるものはないぞ。そして400のダメージ、これがなかなかミソなんですよね。でここでバンシーを返してくるかと思います。バンシー返した場合コンボルトがつながりますからね。そうした場合私は相手のソーディアの左上に配置することを余儀なくされてしまいます。いやそうでもないか。あ、そこに置いてくる。なるほど。これしかしデュルジ来たら激アド、爆アドですよ、デュルジ。あ、ここでお前かーい。いやーでもどうしようかな。これそう、さすがにモルフスで4枚返しここでする勇気はないので、ここはうん、バイセ。よいしょ。ただこれで相手 HP 半分以下になってしまいましたね。うん、恐ろしいな。ここからエンデガ、ビクトリア、アラジンあたりをね警戒していかないといけませんね。ここでバンシーを取るのかな、多分。そこしか置く場所、うん、ないよね。あれ、ちょっと待って、音がちょ、ごめん。こういう時あるんですよ、たまに。アズリエル。アズリエルか。なるほどね。アズリエルは強いな。ここ、しかし、モルフスで行きたいところですね。あー、でもこれ、ウンディーネの下に置きたいんですけど、ウンディーネ、激コアなんですよね。ここはモルフスでいきます。うん、サマ返し。ちょっと待って、めっちゃ画面止まる。ごめん、ほんとごめんなさい。めっちゃ画面止まる、すいません。うん、勘弁してください。でここで相手どこに置くんでしょうか。回復マス取るとすれば私が角取れるので、それはそれで OK ですね。置く場所ほとんどないでしょ、正直。あ、なるほど。相手角を。あ、なるほど、なるほど。これは相手なかなか考えましたね。これでモルフスともどもね、キノコの胞子を2つ破壊することができますからね。これはなかなか凝った打ち方ですね。だとした場合、私は角を取ることを余儀なくされてしまいましたが、まあ、アズリエルで問題ないでしょう。そして 1.5 倍。お、ちょうど 1.5 倍?へぇー。ってことは2504、ん?これだって2.1 倍が、コンボスキル最大化、カーリーは。なるほどなるほど。ってことは今だいたい 60% ぐらいの位置にあるのかな、 HGP は。 55% かな。いや、そんな細かい計算はどうでもいいんですけど、ここで多分モロフズを返してくーない返してくーない。
なるほど。しかしこれはどうしようかな。ルキア、うん、ルキアいいところに来ましたね。これは火力求めていった方がいいんじゃないか。いや違う、これはこうだな。これでモルフスのコンボを使ったので相手は回復マスを踏めなくなりましたよ。ほらもうこれダメージマスになるからね。かなりのこれは盤面クラッシュです。でソーディアンのコンボスキルは、ハピスとエンジェルによってねガードする感じです。まあ、貫通とかほぼ入ってないでしょ。だって神属性単色だと思うんですよねこの相手は。お、なるほどなるほどなるほど。ここでグロリア、うんうんうん、何のグロリアだっけ。新神盾のグロリア、神盾のグロリアが来ました。ただあそこダメージマスにできたのは相当でかいですね。でここを変えさせたことによって安全に左側に私は置くことができます。こっちね、OK。これで毒のダメージも相当入る。うん、あこれ普通にレイフォーで、あ勝てたな今。うわ相手の HP 見てなかった、しまった。これサディエルに聞い取られたな。まあいいや、ここから逆転はほぼないと思う。2K でもさすがに1万4000は飛ばせないはずだはずだ思いっきり標準語なんだけど、ソーディアもあるしな。 OK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 。よし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 、これはもう勝ちと見ていい流れでしょうね。アズリエルの導火線もつながっている。一応まあルキアでとどめを刺しておきましょうか。まあ耐えないと思うけど。よいしょ、おいグリムリーパー、そして毒。対戦ありがとうございました。はい、ということで今回いかがだったでしょうか。まあモルフスの活躍をいかんなく発揮できたんじゃないかなと思います。まあそのちょっと今回全体的にね画面が止まったりして見づらかったと思うのでそこは、すみません。ただちょっと、ね、モルフスの活躍がねいい感じにね取れたので3つとも試合は採用させていただきたいと思います。まあ、最後なんかね結構相手困ったと思うんですよね。モルフスでダメージマスにされて回復マスをねいい感じにね立ち回れたと思います。ということで今回はこの辺で終わっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。